どうもなおちんです。本日は戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は今川義元使っていきます。前作とは打って変わってハンマーを使うようになってるよね。なんかサッカーのイメージがすごくあって違和感が結構あります。それでは早速行きましょう。それでは今川義元の技を見ていきましょう。まず固有チャージ、チャージ2、そしてチャージ7、2つとも最後はためが可能です。チャージ2、このチャージ2がメインウェポンだと思って大丈夫だと思います。出が早いし威力も高いのでかなり使っていけます。チャージ7、虫けらどもが、このチャージ7、出が遅いんだけども当たれば強い。まあこれを使うには攻撃速度を入れてないと本当に話にならない。でもグレンを入れてるとゴリゴリ削っていけるのでこの技はなかなか強いですね。それでは今川義元公行ってみましょう。ハンマーが武器の役って少ないよね。でもその中でも、今川義元が一番ハンマーの中では強いかな。やっぱり、チャージ2、あの技がむちゃくちゃ強いし、チャージ7のこれがねかなり持っていってくれるので、隙あらばこれを打っていく感じでいいと思います。で戦技の一つの技かがブーストするのにね攻撃力を。なのでこれをね、いいところで使っていってそこからチャージ7に重ねていったりチャージ2あれのため攻撃をしていくとだいぶダメージを取ることができます。でもやっぱあれだね、ハンマーは範囲が厳しい全武器の中でも結構範囲狭い方じゃないですか。でもまあ使っていくとね意外と悪くないんだよね。特に、今川のチャージ7、あれが本当にね使える。でチャージ2、これのための時もだいぶいい感じですね。さっき1回やって負けちゃったのよ。攻め込まれちゃって、なのでしっかりと防衛するように努めていきます。殲滅速度がねやっぱ他のに比べてちょっと遅めなのかな。いや遅いわけじゃないんだけど、やっぱり範囲が狭い分ちょっとやりにくいのかな。よし、でちょっとこっちもしっかりと守っていきましょう。まあ、このキャラクターに信長とか三月であたり俺のレベル最高のやつを入れてれば全然いけるんだけども、まあ有効度合いをマックスにしたいのでこのやつにしてます。いけ、ブースト。ハンマーがこの光るから分かりやすいですね。光った時が攻撃力が上がる。まあどれぐらい上がるかっていうのはまだ調べてないんですけど、おそらく 1.5 倍とかそれぐらいの攻撃力アップにはなってると思います。いいじゃん、武装奥義でか。この範囲が狭い分なかなかねこれ武装奥義で取るの難しいと思うんだけどな。とりあえず3発打てるんでやっていこう。どうだ、もうちょっといるか、敵いるね。よし、これは取れたでしょう。どうだ、おった、
よし、世の前に立った不運を恨め。ここまで。行きましょう。そうですね。ハンマーのね、もう一人のキャラ誰だっけ。あ、ゾウさんの息子か。あいつはあの固有技持ってないんだよね。吉田つか。あれ固有技がないからちょっと寂しいんだよな。固有技がないキャラクターが10体ぐらいいるけども、あれはなんでかなと思うんだよね。ちょっと開発が間に合わなかったのかなと思ったりして。まあ、ちょっと待って、あっち側にこそふさわしい。ちょっと決め込まれてない？なんか減ってきてるもん。さっきここでね、ぐーっと入られて、ほら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 。やっぱ防衛線ここに貼っとかないとダメだ。ちょっと防衛線を張りましょう。ここにね攻め込まれると本当の一瞬で終わるんで、身の程を知らぬアホばかりよ。はいはい、世の前に立った不運を恨め。いきましょう。まあ、もう少しかな。うん、新速はね結構強いんだけど、強いのよ。通常がちょっと振りの遅さもあって、さらに範囲も狭めで使いにくいんだよな。慣れだよね。でも実際どのキャラも慣れればめちゃめちゃ強い。今川君もまあまあここで締まりをしてる頃は懐かしいんだけどね、懐かしいんですけども、もう全然今はもうハンマーで良かったかなと思うかな。よし、せな、あー、もうちょっと削れればよかったけどな。ちょっと戦技でブーストしたがいいけど、あれね、溜まるのは遅いのよ。再使用時間が結構短めなんで、連発はできないのね。よし、オッケー。ちょっとS ランクギリギリ足りないっぽいので、ここも私に平伏せぬとはしていきましょう。あ、今気づいた、 HP 半分ぐらい俺持っていかれてるね。はい、 OK、 S ランクになった。 HP 半分持っていかれてる。でもついでだし、こっちも倒していきましょう。ヤスケか。ヤスケもね使うと難しいんだよね。敵は難しい。というかこの、なんだろう、拳向きだね。に立ったこれが難しい。私伝えれば強いな、おそらく。あのチャージを思いっきりやっていければね。いや、しゃわりー決まったでしょ。私には荷が重すぎたようだ。はい、ということで今日は今川くん使ってみました。ハンマーキャラでちょっと珍しいんですけども、使えるようになればかなり使えると思いますので、やってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。